カットインが確実に決まる裏技テクニックというノートを書かれましたけれそうど、ですね。こちらはどういうノート記事でしょこれは、僕がずっとこう得意としてきたカットインを、今まではすごい、カットイン教えてくれ、教えてくれっていうのがすごいあったんですけど、やっぱ結構こう1から10言うのって時間もかかるし、やっぱ言う機会もなかったし、う。うん。選手だったんで、種明かしみたいな感じにもなるじゃないですか。で、僕はもう F を離れて、いろいろYouTube だったり、人それを広めるために、活動しようって思ってた時からカットインはもう出そうって、これをもう決めてたんですね。その直近で決めたわけじゃなくて、もうある程度はそれを出そうっていうのは決めてて、だからこういろいろもっと研究もしてたし、より言語化できるように、自分の頭では入ってるんですけど、感覚としてもあるんですけど、言語化できるように、結構勉強して、自分のカットインを。で、やっぱこう、すごいこう、周りの方もそのカットインに対して評価してくれてたので、それだったらこういうノートっていう簡単にこう出せるアプリがあるのが知ってたので、そこで出そうかなと思ってて。僕のプレイ集は残っていくんですけど、なんでこれがこんなにうまくいくのかだったり、っていうのは多分すごい今度は皆さんが興味を持たれて、それこそ子供もそうですし、やっぱこう抜けなくて悩んでる子たちも結構いるので、で、やっぱスクールとかでも僕がいるとこしかできないんです。メッセージとかでも。どうやって抜くんですかって結構めちゃくちゃ来るんですけど、メッセージで返すの結構難しい限界があるんで、そうですね、だから僕のスクールだったり、イベントだったり、クリニックとかもそういうのに来れない他県の方々とか、やっぱこう、読んで練習できるっていうのはすごいいいかなと思ってて、なんでちょっとああいう形でノートで出したって感じです。そうかそうか。そもそもなぜ、新岡さんがそんなにカットインが得意になったかっていう話なんですが。きっかけが、フットサルを高校から始めて、で、いろんな試合をずっと、F リーグの試合だったり、フットサルの試合をすごいずっと見てきて、結構中に行く人って少ないなって感じたんです。中にこう、行くシーンって1対1で少ないなっていうのを思って、感じて、僕の自分の見てきた中では、それが少ないなって感じて、で、他にこう、ありがたいことにトップの選手だったりっていう関わらせてもらう機会が多かったんで、いろいろ聞いたんですよ。なんで中にこんなにあんまり行かないんですか？第一になった局面だったり、縦行って、こうやっぱファー詰めポスト狙って、蹴るのだったり、縦行って最悪こう、ボール外に切れて、っていうのが多いなと思ってて。で、あるんだろうなと思ってたんですよ、フットサルなんで。ちょっと知らなかったますっていうか。で、いろいろ聞いたら、中はすごいリスクがある。中入って、もし取られたら、そのまま前向いた状態で自分のゴールに攻められるんで、すごいリスクがある。でも、縦は最悪外に切れるか。あっち側に出ても、キーパーからだったり、外からで、ディフェンスから立て直して始めれるし、リスクは少ない。っていうリスク管理の部分で中になかなか行ける選手がいなかったっていう判断的に中に行くよりは縦に行った方がトータル見てやっぱリスクもないしいいっていう判断ですごい行ってるみたいっていうのを聞いて僕はそういう考えをがあるんですっていうのをすごいフットサル選手たちはそういう考えでやってますっていうのを聞いてだったら中に行ける選手になれば確実に中に行ってシュートまで打てたりパス出したりする選手になれれば結構大きなチャンスメイクできるかなと思って多分これは皆さん分かると思うんですけど縦行くよりは中の方が、ね、ゴールも真正面から打てるし、パスコースもあるし、チャンスは作れるけどやっぱリスクがあるっていう部分で多分やらなかったと思うんでそこを確実にできるようになれれば一つの武器として僕はプロの世界に飛び込めるんじゃないかっていうのを高校の初めてフットサルやった時にも思ったんですよ。全くフットサルをこうまだ知らない時ですよ。そうですね。そっからいろいろこう中に行くためにっていうのを研究して、もちろんフットサルそれだけじゃないんですけど、僕はその高校の時はとにかく個人技を磨かんことには非常にはいけないなと思ってたんで、何か武器をも持とうと思ってて、それをひたすら練習して、もう居残りで1対1の練習だったり、動画を撮って自分で、中に行けてる時、撮られてる時の何の差があるのかとか、
自分がやってる感覚と見る感覚とは違うんで、うん、ひたすら撮ってやってみて、撮ってやってみて、繰り返してってやってると、試合の時にあれこれ絶対なんかいけるぞっていう間合いと場所が分かったんですよね。なんかピーンってきたというか、うん、ちょっと言葉で表してないんですけど、でそっから自分がその感覚を掴んできて、でもうほぼほぼ中に行くのが成功するようになったんですよね。これはその理論でどうこうしてるっていうのはもちろんちょっとあるんですけど、うん、相手との駆け引きで勝負はほとんど決まる。だから僕が今まで思ってたのは、多分皆さんもそうなんですけど、抜く瞬間相手をフェイントして抜いたり、うん、まあ、どうにかしてこう相手をずらそうっていう瞬間じゃなくて、うん、そこは結構見がちなんですけど、うん、その前のもう仕掛けからもうほとんど勝負決まってるなってことに気づいて、だからやっぱ子供たち、まあ僕も子供の時そうでしたけど、やっぱまあネイマールだったり、うん、すごい選手たちの技、あ、この技で抜けるんだって見がちなんですけど、うんうんうん、まあ、あれも僕がすごい勉強した結果、もうあれは自分が勝てる間合いにずっと置いててボールを、うん、だからどんな技しても結局最後は抜けちゃう。だから変な話、技別にしなくても抜けるんですけど、ちょっとエンターテイナー性を持ってやってる部分もあるし、もちろんその技を有効的に使ってるのもあるんですけど、結局は間合いと自分の仕掛け方で、うん、あ、もうほとんどこっちが有利に進められるなっていうのを気づいて、うん、そっからもうずっとそのカットインに関して悩むことはなかったです。ずっと抜けてたんで、これはすごい武器になるなと思ってて、でそれをこうもっと自分で人に伝えるように研究して研究して、まあやっと YouTube も始めた、編集能力だったり、まあ動画構成だったりをちょっと身についたんで、それをステップを分けて分かりやすく動画にまとめて、文と動画でノートにこう今出してるって感じですね。もう独学ですね、完全に。YouTube でもいろんな人とかも今出してると思うんですけど、自分がカットイン得意なんで気になるじゃないですか、他のどういうこと言ってるんだろうみたいな。でもやっぱどこにも同じことを考えてるのがなかったんで、持論っていうか、これはまあ大きいことかな、オリジナル性を持てて確実に決まるならいいかなと思って出しましたね。自分のボールをもらってから仕掛けるときに、うん、もう 90% は決まってるという、仕掛けに行くときの、まあ、あることでもうほとんどが決まって、それがこうなるかこうなるかってだけで、うん、成功率が 80%、90% 違いますよっていうことを書いてる、うん、それはやっぱこう気づけれないと思うんで、うん、で、まあ、今すごい買ってくれた方とかに意見聞くと、動画を見てるときは言われたら気づいた、言われてから気づいたけど、普通に動画見てるときは気づかなかった、何回見ても当たり前のようにやってるようなことでも、うん、聞くと、うん、知るとまた違った目線で物事見れるというか、なるほど、あ、だったらこういう練習方法の方がいいじゃんとか、持ち方がいいじゃん、はいはい、うん、なってくんで、今回その出したのは結構自信作ですね、うん、最初は難しいとは思いますけど、ただこう、競技者向けにももちろんやってるんですけど、素人の方、これからやろうって方にも分かりやすく、そっちにちょっと寄せながら作ったところで、だから難しいこう、用語だったり、そういうのを使ってなくて、そうですね、最初からでもできる。で、練習方法も、なんていうの、ボールを最初使わずに、うん、から多分比較的やりやすいかなって、うん、ドリブルが得意じゃない人でも大丈夫ですか？全然大丈夫だと思います、っていうかそのドリブルっていう感覚じゃないですね、僕のカットインは。ドリブルをしてるっていうボールタッチだったり、タッチ難しくてできないとかそういうことじゃなくて、体の使い方だったり、うん、ちょっとこうするだけでこうなるんですよっていう、本当に難しいことっていうよりはこのちょっとの差でこんだけ違いますっていうことをどっちかというと書いていて、それをやっぱ知って練習するのと知らずに練習するのでは大きな違いなんで、最初こう難しいなって人でも
間違った方法で最初練習してずっと時間をかけてやるより、それを最初に知ってるってだけで、できなくてもそれを知った上で練習してるだけで全然違うと思うんですよ、そこの、うん、なので全然ドリブル苦手だろうが足遅いだろうが関係ないです、正直は。自分が、プレイヤー側としてっていうよりは、自分のこのやってきたことを他の人がすごい、私もやりたい、僕もやりたいでやってくれる方が喜びに変わってるっていう多分とこもあると思うんですね。僕多分選手の時だと絶対こんなの出してないんで、自分がこんだけ時間かけて手に入れてやったのはもう僕のオリジナル、僕がこれを使うっていう考え方だったんで、そこも多分変わったからこそ出せてるのかなっていう。ノート購入してくれた方は LINE で質問とかができちゃう？あ、そうです、はい、公式 LINE も作ってて、そこに、動画見たり、あ、動画見て分かんなかったことあったり、まあプラスで試合中これができない、ここの仕掛け方が分かんないっていう質問を返しますよっていう、動画全部見てじゃあはい分かりましたっていうのが全員が全員そういうわけじゃないので、まあそこはケアも含め、分からないことあったら全然聞いてくださいっていうのでやってて、まあ結構質問もありがたいことに来てて、はい、あのノートの記事用に動画も撮ったりしたんですか？あ、そうです、そうです、あの記事用だけに作ってます。だからそれはもう YouTube で出さずに、あそこの中だけで出してるって感じ。何人か僕も Twitter で買った、良かったっていうツイートを見たんですけど、はい、反響ここまでいかがですか？思ったより結構買ってもらってるかなとは思いますね。まあこれもすごい残るものなんで、それこそなんかこれから先僕がカットインしてるのをまた見て購入してくれる方もいると思うし、一番嬉しいのはこう僕が宣伝してもそうなんですけど、プレイしててちょっとこう中に行けないなって悩みあって、たまたまこの記事を見つけて買ってもらうっていうのも一つありがたいですね。そういうのがあったりしたら手助けみたいなアイテムになればいいかなって、その人たちのフットサルサッカー人生にって感じで残そうかなと思ってます。はい、カットインもすごいんですけど、その後のシュートフェイントもえぐいじゃないですか。すごいじゃないですか。ああ、はいはいはい、はい、その辺は入ってるんですか？それも後々また第2弾として。キックフェイントも本当ずっと言われて、カットインと同じぐらい高校の時から言われてきてて使ってるやつなんで、それも知りたいっていう人はすごい多いんで、そっちも出していこうかな。